いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回の動画では大変多くの方にご質問をいただく Apple ID とは何かという点についてアカウントなどよく出てくる言葉も合わせてできるだけ丁寧にご案内していきたいと思います。基本的な知識の整理としてお役立ていただければと思います。 私たちスマホのコンシェルジュのチャンネルでは、豊富な指導実績をもとに、スマートフォンの操作方法等に関する動画を制作、配信しております。より多くの方に親しんでいただけるよう、優しい解説を心がけております。よろしければ、高評価、チャンネル登録いただけますと幸いです。概要欄に当動画の目次も配置しておりますので、適宜チェックしたい箇所を選んでご視聴いただくことも可能です。 ではまずは大枠として Apple ID のざっくりとしたイメージをつかんでおきましょう。Apple ID とは Apple の製品やサービスを利用する際に使う会員証のようなものとひとまずはお考えください。購入した iPhone や iPad などの Apple の製品に初めて電源を入れた際に必ず作成、またはすでに所有している Apple ID の入力を求められます。 Apple ID の作成には利用するメールアドレスとパスワードを決めたり、ご自身の名前、生年月日などを登録しています。メールアドレスを入力するところには、こちらが新しい Apple ID になりますと記載されています。なお、スマホの世界で ID というとメールアドレスであることがほとんどかと思います。メールアドレスは電話番号と同じで、 必ずこのように一つしか存在しないという性質がありますので、IT サービスの世界においては、利用者を識別するための符号、つまり ID として用いるのに都合が良いという側面もあるかと思います。ここで決めたメールアドレスとパスワードの組み合わせは、後々 AppleID にログインしてくださいといった要求が表示された場合に入力する情報となります。 キャリアショップで購入した方は、Apple ID の作成が進んだ状態で iPhone を手渡されている方も多いかと思いますので、自分で作成したという覚えはあまりないかもしれません。私自身作成したのはもう10年以上前なので、その時のことは正直さっぱり覚えていません。試しに iPhone に登録されている自分の Apple ID を見てみましょう。 Apple ID を確認するには設定アプリを開きます。すると一番上に早速 CoreCon t r o と書かれています。ここに表示されているのがこの iPhone にインプットされたご自身の Apple ID となります。タップしてみると電話番号、パスワードなどさらに詳しく Apple ID に紐づく情報を確認することができるようになっています。 日頃頻繁に覗くような場所ではありませんが、こんな風に iPhone にも Apple ID が設定されていると覚えておいてください。今ご覧いただいたように、コアコンタロ n さんはコアコンタロ n という名義で Apple ID を一つ持っているという状態です。これであらゆる Apple のサービスをコアコンタロ n として利用することができます。 アプリをインストールするためのお店である App Store を利用したり、スマホのデータを Apple に預かってもらったり、紛失した iPhone を探す機能を使ったり、すべてコアコンタロ n 名義の Apple ID を軸として利用することとなります。現在 Apple ID を利用するサービスは Apple が代表的なものとして挙げているだけでもこれだけあります。 覚える必要はありませんが、今日のほとんどの IT サービスにも言えることとして、スマホ本体はあくまで操作したり写真を撮ったりするための端末であって、ID に利用者の情報が紐づいて管理されるという構造となっています。こういう仕組みのおかげで機種変更なども非常に手軽になったという側面もあるかもしれません。Apple ID は 原則、一人につき一つ作成します。ただし、その Apple ID を利用するスマホやタブレットは複数台あっても構いません。例えば、iPhone と iPad を同時に持ったり、機種変更して別の iPhone を利用することになったり、という場合も、今まで使ってきた同じ Apple ID でログインして利用します。こうすることにより、すでに購入済みのアプリを買い直したりする必要もなくなります。 複数の Apple ID を持つことも可能ではありますが、頻繁に切り替えながら使うというものでもありませんので、あまりメリットがありません。逆に、誰かと一つの Apple ID を共有することは、たとえ家族であっても推奨されません。同じ Apple ID の端末には、同じメッセージが届いたり、電話を着信したりしますので、そもそも誰かと共有するための設計になっておらず、 アップルの公式ページでもやめた方がいいと記載されています。続いて、よく同じようなものとして語られることの多い Google アカウントというものがあります。こちらも役割としてはほとんど同じようなもので Google 関連のサービスを利用する際に会員証的に機能します。 iPhone の方にもおなじみの Google フォトや Google マップ、Gmail といったサービスの情報は Google アカウントに紐づいて管理されます。YouTube も Google 提供のサービスですので同様です。ちなみに、英語のアカウントという言葉は、説明、記事、数えるなど、日本語訳としてはとても広い意味があるのですが、 その中に、口座という意味があります。例えば、バンクアカウントといったときは、銀行口座を指します。それぞれのサービス券にご自身の口座を持つという意味では、なんとか ID という言葉よりは、アカウントの方がイメージしやすい部分もあるかもしれません。教える側としては、Apple ア,アカウント、もしくは Google ID というように、 どちらかかにに統一しして欲しかったようにも思います。現在 Google マップや Google フォト Gmail や YouTube などの Google のアプリやサービスは Android だけでなく iPhone でもほぼ同じように利用できる反面 Apple のサービスは Android 向けにはほぼ開放されていませんこの辺は両者の戦略の違いが明確に出ている部分かと思います なので iPhone を利用している方は Apple ID と Google アカウントのどちらも持っている方が多く逆に Android のみをご利用の方の多くは Apple ID を持っていません iPhone をご利用の方は区別して頭に入れておきましょうなお ID となるメールアドレスは Google アカウントについてはアットマーク以降は必ず gmail.com となるのに対して Apple ID は必ずしも決まっているわけではありません。人によっては Gmail のアドレスを AppleID にも設定している場合もありますので、ID パスワードの組み合わせが2つとも全く同じというのは決して珍しいことではありません。Google アカウントについてさらに詳しくはこちらの動画をご参照ください。概要欄にリンクも貼っておきます。 またなんとなくここでスマホを買って使っているという感覚からイメージとして混同しやすいのが通信キャリアとの関係ですアップルやグーグルはスマホ本体や各種サービスを開発管理提供している存在でドコモなどのキャリアは通信網を提供していますアップル ID やグーグルアカウントとどこのキャリアを使っているかという点は一切関係がありません Apple ID のメールアドレスにキャリアのメールアドレスを設定している方もいらっしゃるかもしれませんがその通信キャリアにいる限り変更できないということでもありませんので切り離して考えていただいて結構です最後にもう少し実際の画面で利用シーンを見ていきます例えば App Store で新たなアプリをインストールする場合に Apple ID のパスワード入力を求められる場合があります。画面では Twitter のアプリをインストールしようとしていますが、インストールのボタンをタップすると、次に AppleID のパスワード入力画面となりました。入力することでコアコンタロ n さんであることの証明が完了し、アプリを購入したりすることができます。こうしたどんなアプリをインストール済みであるかといった情報も、 Apple ID に紐づく情報となっていきますちなみにパスワードを忘れてしまった場合を見ておきましょう App Store でのパスワード入力画面において「パスワードをお忘れですか?」と進んでみますするとパスワードを一旦白紙に戻してしまうリセットする手続きに入ります リセットするための手続きをメールで受け取ると進んでみます。次の画面で Apple ID の入力を求められました。ここに入力したメールアドレス宛てにパスワードをリセットするためのメールが届きました。このまま手順に従っていけば良さそうです。こうしたパスワードリセットの手続きは場合によって違った手順を踏まされる可能性がありますので、 あくまで一例としてお考えください。やはり、パスワードは絶対に人に教えてはいけません。前述の通り、Apple ID は他人と共有して使うものでもありませんので、これを誰かに教えるということはないと思ってください。ID となるメールアドレスは、そもそも公に公開されているものですので、ID が人に知られること自体は問題ありませんが、 それにパスワードが加わると、第三者があなたになりすまして Apple ID にアクセスできてしまいます。パスワードは、誕生日など個人情報から推測されやすいワードは極力入れないようにしましょう。なお、パスワードを定期的に変更するべきか否かという点については、メリットデメリットありますので、あまり推奨されていません。まずは、 他人が推測し得ないオリジナリティのあるものを一つ考えて設定しておくことが大切です。以上、Apple ID について見てまいりました。ID やアカウントという言葉が出てくると、もやもやを感じる方も多いかと思います。少しでもスッキリとイメージできるようになっていただける助けとなれば幸いです。当動画は以上となります。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけますと幸いです。また、メンバーシップにて弊社動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければぜひご登録ください。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。